本邦ジャオ組中華人民共和国世界チャンピオン新設超紅白のペアです。ソルトレイクシティオリンピック銅メダル、3月の世界選手権で初めての世界チャンピオンに輝きました。フリーはオリンピック世界選手権でも披露したトゥーランドットです。サイドバイサイドのジャンプからダブルアクセル、でトリプルトーループ。タイミングが揃っているのに加えまして、2人の飛ぶ位置が非常に近くて、綺麗なジャンプです。この後のスロージャンプは彼らの魅力です。その高さと距離を見てください。スローイングトリプルサルコ、会場からもため息。トリプルツイストリフト、高さがあります。イーグルからのダブルアクセル、スロージャンプもう一度、スローイングトリプルループ。もともとはシングルスケーターとして競技を始めた2人、ペアを組んだのは92年から、その10年後の去年初めての世界チャンピオンになりました。長年にわたって世界のトップで活躍するペア、ちょっと合いません。もう一つリフトがあります。
中国の新設張光博、世界チャンピオンのペアの演技です。二人の表情からは終わった瞬間に笑顔が見えました。やはり最初から最後までね、本当に隙のないプログラムが組まれているというのがよくわかります。スロージャンプの飛距離、高さ、ツイストリフトの迫力、それとペアスピンなんかを回った時にちょっとバランスを崩してるんですけれども、それを男性の方がパワーで引き戻して、ちゃんと正しいポジションに戻してしまうようなね、そういうやはりその力もね、非常に有効に使ったプログラムだったと思います。プレゼンテーション表現力です。 5.9 を出しているジャッジが2人、もちろんトップです。 5.8